こんにちは。さあ、選手たち、いろんな選手たちが今キャンプの前の自主トレに励んでいて、はい、まあ、自主トレ、合同自主トレというふうにやる選手もいれば、はい、まあ、一人で黙々とやる選手もいますが、今日は巨人の若手二人に注目ということで、はい、秋広選手、4年目の秋広選手と2年目の浅野選手。坊主にしたね秋広、はい、なんか気合いですかね、4年目の、まあ、気合いというか、うん、坊主にしたから気合いなのかっていうとね、はい、永田翔は言ってたよ、毎朝鏡見るために後悔してるって、うん、そうだったのか、やっぱ髪は命だったのか。まあね、髪は命だよ出たいやいや、そうで、まね、中田翔選手と、ね、毎年一緒に自主トレをやることでも有名ですし、はい、巨人自体もそうでしたし、あのお米何合食べさせられたみたいなのもありましたけれども、やっぱ体幹というね、体を作るという意味ではね、うん、はい、まあ、食べるっていうことは大事なことだけども、うん、もうちょっとサプリとかそういうことも考えた方がいいのかなまあまあ、でも口にね、いて胃で消化して、うん、まあ、全身に行き渡せるっていう方がいいのかな。どうなるんだろうかね2メートル超えで線が細かったから、とにかくその糖質取って、そのちょっと体格を良くさせて、パワーをっていうことなんですかね。まあ、そう、それの狙いもあるよね。やっぱ体幹が強くないとさ、うん、やっぱ反応も鈍いだろうし、はい、だから、まあ、その強さを先に作るというね、はい、まあ、そういうことは大事なことだろうね。そうですね、うん、まあ、その秋広選手は本当に昨シーズン3年目で大ブレイクしまして、はい、まあ、原監督がやっぱり外野でレフトで、起用、そしてクリーンアップっていうところでもう打たしたよね、はい、まあ、ただそのキャンプ行った時にね、うん、昨年で秋広はね、松井秀喜より飛ばすよっていう、まあ、話をしててね、はい、まあ、確かに打球は飛ぶよ、うん、はい、まあ、ただ試合でね、うん、なかなかホームランを打ったけども、うん、それほどの破壊力を感じるようなバッターにはならなかったよね、昨年はね、はい、うん、だからそういう意味では今年破壊力、まあ、そういったことを見せてくれるとね、どうしてもやっぱ体が大きいからさ、はい、そういう破壊力っていう方向に行きたがるんだろうけども、俺はよ、はい、あの子は俺はアベレージヒッターだというふうには思ってるからね。アベレージの方なんですね。そうそうそう、だからどちらかというと駒田タイプというかさ、あ、駒田もあれだけの体があったからホームランホームランって望まれたけども、駒田はものすごい器用だったんだよね、うん、だからどうしてもホームランにならない球でもヒットができるから手を出しちゃうっていう、はい、だからそっち型のバッターだと思うんだよ。首脳陣が望んでることと秋広が持ってる資質というのは違った時には悩みになるよね。そうですね、方向性が、いや、もっとホームランを打たなきゃとか言われるとやっぱちょっと辛くなるかもわからないよね。そうですね、うん、やっぱその中田翔選手に弟子入りをしている2メートル超えしている、どうしてもやっぱホームランバッターって見えちゃいがちなんですけど、まあ、でも秋広もやっぱホームランの魅力っていうのも知ってるだろうし、うん、それなりにホームランを打ちたいという欲はすごくあるから、うん、まあ、中田と一緒にやってるとかね、うん、もちろん人間性とか慕ってっていうこともあるだろうけども、うん、まあ、そういう教えをもらうというのはね、はい、まあ、大事なことだと思うけどもね、うん、俺はなんかね、将来的には、まあ、首位打者を争ったりだとかするような好打者になると思うんだよ。岡本和真選手とは全然違う、タイプは全然違うな。岡本和真は初球から振りにかかるけど、ホームランができると思って振ってるからね、初球でも、どこでも振ってるような感じは、思いっきり振ってるような感じはするけども、どこでもホームランになれる、できると思って振ってるから、うん、秋広の場合はヒットでいいって思って振ってるのとはちょっと違うよね、うん、そうですよね、だから昨年の後半戦にね、まあ、新聞記者に聞かれた時に、これから何が大事だって言われた時に、ホームランを狙って打てるようなバッターになってほしいと、うん、これからはだから率なんかあんまもう残してるから関係ないから、うん、だからここからホームランを何本量産できるかによって将来的なものが決まってくるというふうに言ったことがあるんだけども、でもそこから1本打ってないんだよホームラン。あ、そうなんだ。やっぱね、アベレージなんだと思うよ彼は。あ、それでもあれだけの体があるからホームランを量産してホームランを狙うとアベレージが低くなる選手もいるけども、あの選手はアベレージを取りに行ってるとホームランが自然と出るバッターだと思うんだよ、うん、はい、だタイプ的にはホームランスイングをしないと打てないバッターもいれば、
アベレージを残しながら調子がいいとボールが勝手にスタンドに入るっていう、まあ、どちらかというと後者のタイプなんだと思うんだよね。だから最初からホームランホームランって言うと彼が勝手に苦しむかなっていうような、まあ、そんな感じがするよね。そうなんですね、ただ今年の場合はそのアベレージヒッターっていうのは昨年の率は俺は超えてくるような気はするよね。ホームランを言わなければね、はい、であの去年の夏の時点であの元原監督巨人の原監督が秋広選手に対しては非常にちょっと天才的なバッターだよねと、一見スイングが遅そうに見えるでしょうと、でもインパクトがしっかりできていると、あとはその体の先ぐらいまで神経がちゃんといくような感じで筋肉がちゃんと考えて動けるようになってきたとっていうふうに、まあ、原監督はねやっぱ大柄の選手はやっぱ末端まで神経がいくのに伝達に時間がかかるっていうような感じの表現なんだよ。あ、そうなんだ。ただそれは実際にね、はい、俺も感じる ところがあって、はい、少し鈍いなっていうようなところもあるし、まあそれは疲れも伴ってだと思うんだけども、はい、だからそれが今年1シーズン持つ体にはなってると思うんだよね、うん、昨年の経験から、はい、で今年期待出してるし、まあ、いいものが出てくるといいなっていうふうに思うよね。まあ、天才的だっていうのは腕の畳みとかさ、はい、そういうのはすごく天才的だよね、うん、やっぱこれはやっぱ急に大きくなったわけじゃないから、うん、昔から大きくてやっぱそれはもう身についたことなんだろうな。だから体が開いてもう体がないのにバットだけは残っててセンターに持っていくとかさ詰まっても、 いやだからそういう面では天才的だよね。でもそれを自分の形で打てる本数をもっともっと増やしていくと率も上がってくるしホームランの数も増えていく、うん、でも周りもホームランって言わない。あ、これが条件だと思うけどね。これ昨シーズンはやっぱ3番に座ること多かったですけれども、はい、今シーズンもやっぱり3番タイプなんですか、5番タイプとか、まあ、どう考えてるかだよね、うん、阿部監督がどう考えてるかっていう、3番で1シーズン使い切るって言ったら相当打ってくれないと、ジャイアンツの場合だったらそれは務まらないよ、うん、ただ1シーズンを我慢してずっと使い続けるって思えば6、7番に置く方がいいと思う。それ負担っていうことももちろんもちろん、1シーズン使い切るという意味ではね、3番ダメだから、うん、じゃあ6番に降格、7番に降格ってなると、うん、やっぱモチベーションもあるしさ、はい、最初から6、7番も任せて大体この数字を目指せっていう方が彼は楽かなって思うよね。まあ、昨シーズンねちょっとあの良かった時期ありましたけれども後半ちょっと離脱という部分もまあまあそうですね、うん、ありましたし、うん、そういう意味で豊さんがもし巨人の監督だったりしたら6、7番で今年はフルで出てもらう使うんだったらね、うんうん、他にも選手いっぱいいるからさ、はい、秋広はもう立派な先発メンバーだなって思えば、うん、6、7番でもう我慢するというか将来的な成長が見えた時にやっぱ我慢する必要があるなって思えば、うん、6、7番で我慢する。率はどのぐらい求めますか今シーズン。今シーズンは2割8分は平均的に打ってほしいなって思うよね。ホームランの数はホームランは、まあ、20本近く、まあそうかそうか、うん、まあ良ければ20本超えるという、うん、まあ、そのぐらいでいいのかなっていうふうに、まあ、そのぐらいって言っても大したことない。いやそうですよね、今の時代な、うん、だけどまあそのぐらいの数字は残してくれると嬉しいなっていう感じだよね。プラスアルファ今シーズンこういうことに注意してほしいとかこういうことをさらに課題にしてほしいっていう望むところはどこですか。まあバッティングはね、うん、その水物と言われるように、はい、その波もあるだろうけども、うん、まあ、2割8分でやっぱあとは守備だな、うん、まあ、レフトのポジションだろうからやるとしたらね、はい、まあ、内野に隙ないから、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ守備力っていうのも問われるし、うん、だからまあそこら辺でしっかりしたものは出してほしいよな、打つだけじゃなくて。そうですね、うん、バッティングの何かでアドバイスとかそういうことはそばにずっといないとわからないものがあるよね、うん、だから愛には言えないよね、うんうんうん、ただやっぱ場面によって、まあ、昨年も感じてたんだけどいつも同じなんだよ。だから中田翔が見とけよっつって、はい、栗林からサヨナラホームラン打ったでしょ、フォークを狙って、はい、もうフォーク一点張りだったと思うんだよ、うん、もうまっすぐは投げれない状況だったから、うん、だからそれを永田がベンチで見ててもう絶対フォークしかない、うん、このフォークを仕留めてくれとか見とけよみたいな、うん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 、ああいうバッティングを時々見せてほしいな。時々でいいから、あ、全部が全部じゃなくていいから、うん、いやもうここは絶対ホームラン打ってくるみたいな、うん、そういう気の入り方というか、うん、打席でもこうメリハリをちょっと見せてほしいなと思うね。
そこを今シーズンは期待したいなっていう。そうだな、うん、まあ、ここ1点差負け、ね、塁に出てもっていうようなことを、うん、いや俺だったらもう一発で決めてきてやるみたいな、うん、そのぐらいのわがままさがあっても、うん、すごくね今の子っていい子が多いから、うん、そうですね、だからそういうわがままなところっていうのが見れない、うん、わがまま見せていいからそこはホームランスイングを見せてほしいなと思う、うんうん、期待したいですね、はい、あともう一人2年目の、うん、はい、浅野選手ですけれども、実は14日にイチローさんと神戸市内で合同自主トレを行ったということで、はい、実はあの高松商業の時に、まあ、交流があってな、はい、交流があったという縁でなんですけれども、まあ、その時の感想で常に全力という話をまたしてもらいましたと、そこが一番自分の中で残っているところですというふうに、あとはどの球を待って打つとか追い込まれてどういう対応をするかも聞いてきました。世界一のバッターだからね。いやー、羨ましいですよ。いやー、だから、それは羨ましいよな。うん、だから、まあ、そういうことが技術的にできるようになったら、そのアドバイスが生きるよね。うん、やっぱり、しっかりした技術がないと、また体幹も強くないと、うん、頭で分かっててもできないから、だからできるように早くしてほしいよな。うん、そうです、ね、うん。ただ、浅野を見てて、その練習とかいうよりも、実践的な選手だね。実践向き、うん、だからその練習でなんか全然目立たないとか、うん、ね、だけど試合には必ずいるような選手には俺はなんかなってきそうな気はするよね、うん、うん、だから使うとなんかしてくれるみたいな。あ、そうですよね。だから井端を最初見た時にゲージからボール出ないじゃないみたいな感じだったんだよ最初はね。最初は、はい、だけど一つ一つ見てるとさ、ゲームを想定したフリーバッティングをしてたんだよ。中日の企画で連れてってもらったんだけど、ジュニアオールスターかなんかで、その時井端という選手を初めて見たんだけどね、うん、2軍にいた時に、あ、この選手は実戦向きだなっていうのを感じた。それと同じような匂いがするよ。あ、そうなんですね。うん、だから実戦でいかに何ができるかということと、うん、イチローからね、いいアドバイスをもらったと思うから、だからそれが実践できるような技術をどうやったら掴めるのかっていうのをやっぱこう考えてほしいな。そうです、ね、頭で分かってても表現できないっていうのは技術がない証拠だからさ、うんうん、まあ、そういった技術を早く身につけてほしいなっていうふうに思うね。その浅野選手の良さっていうのはどこなんですか、バッティングでいうと。高校出たばっかりであのスイングってなかなかできないよ、うん、まあ、スイングの速さとか、はい、軌道だとかなかなかできるもんではないけども、彼はそれはできてるんだよね、うん、ただやっぱりこうジャイアンツの中で話を聞くとやっぱ体幹が強そうで、まだまだやっぱ高校生だと、うん、まあ、弱いとがっちりしてるような感じがするけども、でもやっぱり体幹をもう一度鍛え直してやってほしいなっていうような気はするよね、はい、豊さん以前そのジャイアンツの長野選手タイプ、そうだね、になるっていうふうにはおっしゃってたので、だから長野もやっぱり実践的な選手だよね、うん、そうですね、うん、だからまあああいう選手を理想として、うん、まあ、やるといいのかなっていうふうには思うけどもね、うんうん、いずれにしてもこの2人っていうのは、うん、やっぱ将来的には、はい、巨人の顔になっていかなきゃいけない選手だし、はい、まあ、楽しみではあるよね。ですよね、うん、楽しみに、その阿部監督も非常に楽しみにしていて、まあ、外野はまあ白紙と言っていて、うん、その中でもやっぱり浅野選手に非常にこう頑張ってほしいみたいな話もしていて、それを浅野選手はそう励みになっていると、名前を挙げてもらったことにって言っているので、その秋広選手、浅野選手2人とも外野手なので、まあ、そうだな、うん、まあ、その2人の競争になるかもわからないし、ね、右と左で変えられるっていうようなことにもなる可能性もあるし、でもそれは嫌だと思えば一つのポジションを取りに行かなきゃいけないし、うん、だからそこら辺の競争っていうのはキャンプで見てて面白いと思う。今シーズン浅野選手の起用のされ方っていうのはどういうふうになってくるんですか。いや、それはもうね、キャンプオープン戦の過ごし方だよね、うん、チームのパーツとして今年は我慢してもらうのか、はい、それともレギュラー候補としてそれらの扱いを受けるのか、うん、これはやっぱもう自分次第だよね。打順としては何番でも打てるタイプなんですか。やっぱり 1,2 番だろうな。あ、うん、クリーンアップ打てる選手は巨人はたくさんいるから。そうですね、うん、でも 1,2 番で出塁したら必ずクリーンアップが仕事してくれるよ、うんうん、どちらかというと1番でもいいかなっていうような感じがするよね。なんかこうあの機動力というか、まあ、機動力も含めてね、うん、あの子の持ってるなんかこうキャラがチームを引っ張るというような、うん、まあ、明るさとか、はい、なんか好かれ方というかチームのね、うん、そういうものがチームを引っ張ってくれるといいなっていうふうには思う、ね、
なんか豊さんが思う浅野選手の今シーズンの例えば何試合ぐらい出てくれたらクリアだなとか、その中で打率このぐらいいってほしいなとか、なんか希望ってありますか？まあそうだな、やっぱり優勝を狙うチームだからね、うん、なかなかこう若い子に本当に打ってくれないと起用っていうのは回ってこないと思うけども、うん、80試合の2割7分ぐらい、うんうん、おー、だからホームランとか打点とかそういうことはもう抜きとして、うん、試合数だったら80試合の、まあ、ダイソーでも、はい、守備固めでも、うん、何でもいいから、まあ、80試合ぐらい出て2割そうだな6、7分打ってくれると合格かなっていうような、まあ、またさらに来年が見えてくるというようなそんな形になってくるかなとは思うけど、ね、まだ2年目だから。そうなんですよ、俺が2年目、2年目って高校出て2年目ってまだ大学生だったけどさ、はい、あんなスイングなんかできないからね、やっぱそのぐらいやっぱこう豪快というか、まあ、豪快というかシャープだよね、うんうん、なんか風貌はねすごくあのおっさんだからな、おっさんって言われてますけれどもそうなんですよ、まだ二十歳にだからなってないんですよ、ね、まあそうだね、慌てることはないけども、うん、やっぱプロはもう常に競争だからね、うん、まあ、その競争に勝ってほしいとは思うけどね、はい、はい。